番の小坂勇です。8番手から4番の関根が動いてきました。関根と2番の坂慶太、福島コンビが前に上がってきます。残り2周の赤番です。勝負どころ。さあ上がった4番の関根隆人です。関根と2番の坂慶太、福島の2人、そこ1番の中川拓也です。中川が福島コンビを叩いて先頭に出ました。2番手は7番の大沢博之です。5番の薮田が出て、あとは8番の小坂勇、関東がドッキングしての4車、外6番の奥原亮の巻き返しはどうなんでしょうか。現在4番の関根は後方ちょっと内に包まれております。ラスト1周400メートルを切っていきます。さあ先行1番の中川拓也です。2番手は7番の大沢がっちり、3番手に5番の薮田隆之です。あとは少し車間が空いて6番の奥原が、4番手巻き返しあるんでしょうか。4番の関根あたりがまくったんですが、坂慶太が離れてしまっている。先頭1番の中川、番手絶好大沢、これで直線です。1番の中川先頭だ。2番手から7番の大沢博之、どうか。大沢です。あとは6番5番1番と横に並んでいました。4番手、5番の佐藤学、そして8番の宮沢明です。変わらず関東勢中段の位置。そして後方7番手から9番の石田博樹です。石田が上がってきました。石田につけて3番の丸山、7番の木田豊、遠くの3車。さあさらに上がっていく9番の石田博樹です。4番の大竹をかわした9番の石田、2番手は3番の丸山です。ジャンが入りました。あとは7番の木田豊、遠くの3人が前段です。さあ4番の大竹が中段の4番手、内側です。外側2番の太刀正成とやり合って第4コーナー回っていきます。さあ先行は9番の石田博樹です。2番手は3番の丸山絶好です。3番手は7番の木田豊、9番3番7番と遠くのペース。4番手ごちゃついてるんですが、外2番の太刀正成が力でまくってきました。3番手から2番手いい感じだ。3番の丸山の牽制をかいくぐった。2番の太刀がまくって先頭、5番の佐藤がつけて、あとは6番の浅野徹です。これで直線コースに入りました。2番の太刀がまくって先頭、2番手から5番の佐藤ですが、2番の太刀でしょうか。今シリーズの最年長、まだまだ元気いっぱいです。北沢動いていく4番の山口茂です。山口と2番の小矢田、そして8番の工藤智樹です。この辺が遠くの3車。さあこれで4番の山口が先頭に変わりました。2番手2番の小矢田、外1番の相川匠、相川と6番の浦山、9番の北沢勝弘と関東の3名前段となって、4番の山口が引いて4番手、7番の田中勝人の方が現在後方の7番手です。後ろは3番5番の体勢。第4コーナーこれで回っていきます。さあ吹かしていく1番の相川匠です。番手絶好は浦山和江、3番手9番の北沢勝弘です。関東3社、4番の山口が4番手からまくっていけるかどうか。後方から7番の田中がいい感じでまくってきました。後ろちぎって7番の田中のまくり、インをすくって8番の工藤も上がってくる。さあ番手から6番の浦山が出ていく、横には7番の田中勝人。さあお互い並んで直線です。7番の田中がスピード、田中スピードで1着ゴールインです。7番6番8番あたり、なお先頭に立ってマーク2番の朝日で、あとは4番の若林と6番の奥原和彦、この辺が北側等の4車、前段の位置取り。7番2番4番6番です。8番の小寺は相変わらずマッチ団5番手、3番の花田の方が引いて現在6番手です。さあ花田6番手、後ろ5番9番1番の体勢、ライン入れ替わってバックから3コーナージャンが入りました。7番の神山直が先頭、バンター2番朝日で3番手4番の若林、6番の奥原と北関東4車、8番の小寺が相変わらず5番手、その後ろ3番の花田が、さあタイミング見計らっていけるんでしょうか。第4コーナー回っていきます。
さあ7番の神山サイドを確認してスパートしていきます。ラスト1周を切ってバンター2番の朝日で絶好です。3番手4番の若林、そして6番の大河原和彦、北関東の4社飛ばず。さあ後ろから3番の花田がまくってきました。いい回転で3番手から2番手あっという間に来ました。先頭7番の神山ですが、3番の花田がここでまくって先頭、あとは5番の斉藤照彦、さあ弾く2番の朝日でですが、3番の花田正史、あとは2番の朝日であたり。7番手から5番の佐藤雄一、積極的に上がってきました。振り返っている2番の古川宗之です。さあ古川が前を取ったんですが、上がってくる5番の佐藤雄一、あとは膨らんで3番の姿和弘、そして6番の相澤正弘です。この辺が遠くの3者、まだ2番の古川が誘導員の後ろ、そこを5番の佐藤雄一が叩いて上がっていきます。2番手は3番の姿和弘、そして6番の相澤正弘です。遠くの3者が前段、2番の古川引いての4番手の内側、外から9番の関根健太郎が巻き返して出ていきます。第4から回っていきます。さあ9番の関根健太郎先行です。2番手4番の佐藤和則がピタリとマークとなりました。あとは3番手1番の中井達夫、その後ろ5番の佐藤雄一が3番手、後ろは3番6番7番2番8番一本棒で3コーナーへと入っていく。先行9番の関根健太郎持つかどうか、番手絶好佐藤和則、3番手1番の中井達夫、佐藤が少し車間切っている。後ろからまくってくる5番の佐藤、1番の中井がブロック、直線に入りました。2番手から4番の佐藤、外から1番中井達夫です。1番4番です。12月に来ましたが決勝3着に入っています。縦にも踏んでくる4番の高橋千佳、そして6番の田中舞が現在6番手からです。ここ一発いいまくりを持っています。千葉の田中、ラスト5番の中西かなみです。新鋭中西、前回佐世保は準優勝でした。その5番の中西が最高峰、縦1本、さあ金が入りました。3番の林が相変わらず先頭です。バンター2番の関口、3番手に7番の小林、少し車間が空いて1番の尾崎も4番手、後ろは4番の高橋しか、あと6番の田中がいて、ラストは5番の中西です。さあ中段から仕掛けた1番の尾崎睦美、一気に前を叩いて先行策です。2番手4番の高橋しかピタリとマークとなりました。あとは3番手はどうか、7番の小林彩乃が3番手にて、後ろは3番6番並走です。あとも5番2番並走状態、逃げる1番の尾崎、番手ピタと4番の高橋しか、あとはインから3番の林も上がってくる。これで直線コースに入りました。1番の尾崎は先頭だ。2番手から4番の高橋しかが高橋しかです。そして7番の小林彩乃、積極的な走りが持ち味です。福岡の矢野照夫、前回福井は本当に久々の嬉しい決勝でした。2番の矢野照夫、動いていく1番の美濃田麻里です。ラストは6番の中島さとみ、先行力なかなかいいものを持っています中島。さあ中段から動いていく1番の美濃田麻里、美濃田と2番の矢野照夫がその後ろにつけている。インから4番の亀川が突っ張っていく。ジャンを聞いて亀川文香が先行でしょうか。2番手は余裕か7番の石井博子がいる。外側1番美濃田とインコース4番の亀川ともがき合いの展開ですが、大外から2番の矢野照夫がさあ持ち味出してきました。2番の矢野照夫先行です。2番手は4番の亀川文香が入っている。3番手1番の美濃田麻里、あとは4番手に石井博子がじっくりと4番手、さあ番手まくり、4番の亀川文香は番手まくりでここ一気に先頭に立った。石井がまだ、いや4番手からまくり追い込みで上がってきました。2番手から先頭をかかってくる。直線コースに入りました。石井がかわして先頭を追ってくる5番の奈良岡ですが、石井博子です。7番5番よしつぐ、変わらず3番手4番手に九州コンビ、上がってくる9番の山田よしこです。山田がアクションを起こしてきました。残り2周半ばです。
ここで9番の山田が上がって先頭、高久保雄介は下げて下げて8番手です。さあ中段から今度は三浦翔太、三浦が上がってきました。三浦と5番の今野哲也、宮城の2人が前段です。ジャンが入って3番手に9番の山田、あとは2番4番と続いて8番の中本が6番手、一方高久保雄介は8番手です。まくれるんでしょうか。ラスト1周を切りました。さあ6番の三浦翔太先行です。2番手は5番の今野哲也がっちり、3番手は9番の山田芳彦、さあ後ろから3番の高久保あたりもがいているんですが、その前から9番の山田がここぞとばかりまくっていく、合わせる5番の今野哲也ですが、9番の山田芳彦は先頭、外3番の高久保雄介迫ってくる、マーク7番の伊藤正樹直線に入りました。高久保先頭ですが、外から7番の伊藤はどうか、高久保か、7番3番最後は並んできました。東野も続いているんですが、どうでしょう、様子を見るような感じ、内側では9番の東野翔太、外4番の吉川誠がさらに上がっていきます。残り2周の赤番です。勝負どころ、吉川誠が先頭、外から2番の大谷隆弘が今度は上がってきました。さあここで2番の大谷隆弘、2番手をめぐってマーク戦ですが、内側7番の岡光義、外6番の表原修ですが、そのマーク戦の決着はどうでしょう。ジャンが鳴り響いて2センターから第4コーナー、後ろにで2番の大谷隆弘、そろそろ本格的にスパートです。さあ2番の大谷が先行です。2番手の決着は7番の岡光義が死守している。後ろから9番の東谷翔太、東谷の巻き返しだ。2番9番と先行争い、ここは9番の東谷のスピード、2番手は3番の大坪浩一、あとは5番の原智博。さあ西の3者が前段になって、2番の大谷も現在3番手から4番手です。後ろ7番8番直線に入りました。9番の東谷が先頭だ。2番手から3番、外から5番ですがどうか。内側3番の大坪浩一、外は5番の原智博。様子を伺って内側では2番の佐川翔吾です。佐川をにらみつけている4番の戸田光平、前は7番の山本健也です。山本と5番の大木雅也、そして3番の大西健二、この辺が難関勢変わってない。外4番戸田光平が4番手外から上がっていきます。さあここで難関勢を叩いて4番の戸田光平先行体制に入りました。番手星島、3番手8番の中村清志、西の3者がきれいにできて前段、7番の山本いい位置か、4番手一方2番佐川翔吾、後方7番手です。さあラスト1周切りました。先行4番戸田光平です。2番手マーク1番の星島がっちり、3番手に8番の中村清志と西勢飛ばしていく。4番手から得意のまくりか、山本がまくっていきます。星島が牽制したんですが、かいくぐっていった7番の山本健也、4番7番との先行争い、ここで7番の山本まくって先頭、マーク5番の大木直線に入りました。山本先頭だ、大木ですが7番の山本、7番5番です。早くも1番の堀内がアクションを起こしていきます。前で待っている3番の松山圭介、松山と4番田中、そして6番の金田健一郎、近畿中部勢前段ですが、上がりかけた1番の堀内、堀内が現在中段外で様子を見る感じ、内側5番の高木翔です。4番手並走ですが、1番の堀内が外を上がっていきます。さあスーッと上がっていった1番の堀内、3番の松山圭介を抑え込んでいきます。2番手には9番の柴田洋介、あとは7番の手島幸則です。1番9番7番と関東勢が飛ばす感じですが、第4コーナー回っていきます。さあ中段を取っているのが3番の松山圭介、後ろから巻き返しは5番の高木翔、すかさず巻き返して上がっていきます。先行1番の堀内、2番手は9番の柴田洋介、横を通り過ぎていく5番の高木翔、後ろの援軍がしかし離れてしまっている。さあ先頭は1番の堀内、2番手にすっぽりと5番の高木翔がうまく入っている。横巻くていく2番の大森ですが、さあどうでしょう、インコースは9番車直線に入りました。1番の堀内が先頭だ。さあ外は2番の大森、1番の堀内です。1番の堀内、
1番の東、さあ3番手当て牽制気味、1番の山田久範、4番手牽制気味ですが、内から2番の長島大輔、長島が外を見て上がっていくか、外を7番の新山恭平、新山が後方から上がってきました。マークに8番の東龍之介、そこを外1番の山田久範、山田がもがいてどうか。さあ2番手を新山の後ろを取るんでしょうか。ここは引いて3番手先行体制、7番の新山、2番手8番の東、3番手を取っている1番の山田、いい感じか。後ろは5番のシッチ、そして9番の小倉と続いて、あとは2番6番4番の体制、縦一列ラスト1周を切りました。7番の新山が先行です。2番手8番の東、3番手1番の山田がまくれるかどうかですが、山田もがいているんですが、8番の東が牽制していく。後方から2番の長島大輔、すごいまくりで後続ぶっちぎって上がってくる。現在2番手の外、直線コースに入りました。新山先頭ですが、外から2番の長島大輔、そして5番のシッチ、